368、350。8時間使えるよって意味か。あ、この残りの時間とかも出るんですね。あとどのくらい使えるかとか。
まだね、めちゃめちゃ早い時間なんですけど、終わりです。この影の部分が赤い丸のとこに来ると多分角度が合ってるってことですね。すごいね。101ワット、だいぶ増えた。すごいな、100ワットです。もう普通の充電と一緒ぐらいの充電能力があるね。はい、最後にアンカーパワーハウス2800を簡単に解説します。 778Wh の大容量ポータブル電源で11台の同時充電も可能です。 iPhone の場合は約58回、ノートパソコンの場合は約12回充電ができます。あとこの充電する場所も全部前パネルにあるので、車とか僕みたいにあんまり置く場所がないという場所で使うのでありがたいです。充電中も家電を使ってる時もここにね、残り時間が表示されるのでめちゃくちゃ分かりやすくなってます。サイズは 300×185×204mm です。個人的にはね、ものすごいコンパクトだなって思ってるんですけど、ちょっと大きいかなって思う方にはこれとは別でパワーハウス2400というのもあるので、そちらも確認してみてください。今後は軽バンも DIY していこうと思ってるので、また覗いてください。最後までご視聴ありがとうございます。